はい、どうも、きょうぺいちゃんです。さあ、荒野行動やっていきましょうということで、今回ですけども、ついにね、シーズン6が来たということで、新しいガチャがね、追加されましたね。いやー、見てこうか。こう、中身さ、見たんだけど、やばくないやばいっていうのは、いい意味のやばいじゃなくて、なんかしょぼくない？だってこの新しい車、ファントム追加されてるけど、確率 0.138% で、いつもよりちょっと低いし、で、このね、新しい M27 のスキンと、あと新しい衣装がね、1個入ってるけど、それ以外どうなのこれ。前回と、前回と変わってなくない？ね。ほぼ一緒じゃんこれ。多分。覚えてないけど、多分ほぼ一緒。ってね。これ引く？なるよね。だからこれ引くんだったら、今日までね、ジャングル限定物資が、引けるから、そっち引いた方が10連安くできるし、ね、金ナンバー当たる確率高いから、そっち被らせた方がいいんじゃないかなって思ったけど、まあとりあえずね、ちょっと新しいガチャが追加されたみたいなんで、まあ、全部とは言わない。今4万円分ね、キンキンに変えてきたけど、全部とは言わないけど、まあちょっとね、新しいガチャも回していこうかなと思います。正直こっち引くメリットあんまり感じないんだよな。まあ、そうだね。全部は使わない。まあ、霧のいいところでね、ちょっとやめて、あとは残りジャングル限定物資回そうかな。今日までだしね。さあ、来い !20 年目わーう栄光降臨英雄降臨だね。全然ダメだったな。さあ、どれでもいいな。どれでもいいっていうか、せめてなんか新しいの当たってほしいよね。さあ、来いおーてか、ハンニャマスク何個出んの10連中3個ってすごい確率だぞ。さあ、引いていこう。せめてなんか新しいのが欲しい。もう全部被りなんだよな。中身ほとんどさ、前回と変わってないから、全部被り。マジで。ひどいな、このガチャ。おわ、クールサマー2つ。いやー、マジか。どの辺まで引こうかな。あと2、30連ぐらいは引きたいけど、この辺。まあこれメリットとしてはまあこれぐらいなんだよね。このねバトルパスのレベルが上げられるっていうまあそれぐらいなんだよな。まあ引いていきましょう。来い。ああピエロそしてああでもフラジオのボトムスこれ持ってなかったんだ。まあでもどうせ着ないかな。さあ引いていくぞ。あとどうしよう何連引くかなこれ。来い。おー M27 のジェードビューティー新しい銃だねこれ。もう1種類あったよね M27 のなんか何とも言えない色のやつ。それはガチャに入ってないんだね。交換のみなんだ。バトルパス確かねレベル180いったら交換のあれが解放されるから相当だよな。まあ引いていこうか。あースケートボーティングなんか来そうな気がしたんだよねこれ。どうしよう、この辺でやめとくかな。なんか当たる気しないよね、0.13 とかさ。マジで。だったらジャングル限定物資の、こっちかな。金乱暴 0.2% で当たるし、10連720金券で回せるし。これで、金乱暴被らせて、まあ、チケットね、今1枚余ってんだけど、もう1枚ね、まあ、今回その1枚使うとして、もう1枚エヴァのために持っておきたい願望はある。さあ1枚欲しいな。1枚ストックが欲しい。うわージャングルの M4 が来た。ちなみにこのジープもね持ってないんだよね。ワンチャンジープでもいいかな。多分これ今しかゲットできないねこのジープね。さあどうだ。わー全然なんか当たる気配がないんだけど大丈夫かな。まあでもやっぱりバトルパスに比べるとバトルパスガチャに比べると全然回せるわこっちの方が。10連720金券ってさ破格だよね。いや破格なんか感覚狂ってるなこれ。感覚が狂ってる気がするけど。あでもあとちょっとしか引けねえな。まあでも回してこう。せめてなんかあ、でもこれ持ってないわ。何これ。結構前の衣装っぽいけど。ジープ欲しいな。金ナンバも欲しいけど。どっちでもいい。どっちか。ああ、若き旅人これが当たっていく。これも結構確率低かったよね、確かね。うわっ、こんな当たり方なの。来たジープ、びっくりした急にこれが出てくる。他何当たったか全然分かんなかったんだけど。他何当たったんだ、まあいいか。とりあえずジープゲットしたね。ジープも結構確率低かったよね。甲斐先生が負けじと出てくる負けじと出てきたね。さあ、金乱暴が欲しいところ。あとはダメかな、当たんないかな。もうなくなりそう。あと30連ちょっとか。さあ行くぞ、来い金乱暴、来いダメだ新しいバトルパスね、引かないでこっち引くっていうね。てか新しいさ、てか最近金券とかダイヤでさ買える服少なすぎない？全部ガチャの中身になってるよね。もう少しさダイヤで買える服とかさ、新しい商品増やしてほしいよね。本当に多分みんなもそう思ってると思うわ。金券なくなって喋ってたらあーでもジャングル限定のジャングルが来たね。ジャングルっていうんかこれ。さあちょっとね、4万円分とちょっとキリが悪かったんで、さらに1万円追加して5万円分だね。4万円分で終わったらね、もしかしたら死んじゃうかもしんないから、ちょっと5万円分でいこうと思います。死だからね、4は死。なんだそれ。さあ引いていこう。いやーなんかランボ来てほしいな。ジャングル、ジープさ、0.2% でしょ。金ランボと確率一緒なんだよね。何気に。実質金乱暴当たった的な価値はあると思う。まあ今日しか手に入らないからね、引いてよかったなと今は後悔してないけど、いやまだこういうこと喋るにはね、まだ早い。まだ引ける。まだ30連ちょっと引ける。さあ頼む、あと20連か。いやあと30連引けるね。来い、頼む頼む来い。やばい、やばいかも。当たんなそう。さあ、ラストか。ラスト10連。頼む。マジで来て金乱暴カモン。ダメだったー、ダメだったか。もうおとなしく、金券でファントム交換するか。まあもしかしたらね、エヴァコラボのために、残り時間でもう一回ジャングル限定物資を引くかもしんないけど、とりあえず交換していこう。ファントムナンバーワン。おお、何この映像かっこよ。いや、この車自体はかっこいいんだよな。めちゃめちゃ。性能がどうかだよね。めっちゃかっこいいじゃん、これ。めっちゃ好みだ。これリアルでもこんな車乗ってみてえな。めっちゃかっこいいだろうな。いやー、マジか。ちょっと、新品ショップ次の色何なんだろう。どれだ？あ、これか。青か。あー、青もいいね。ただまあ。性能だよね。俺の中で今、ランボか初心1だから、性能的にはね。あとマクラーレンかな。その辺だから、まあそれ以上に性能がいいかだよね。個人的には初速が速い車が好きだから、まあみんなもそうだと思うけど、まあ、乗ってみてたね。ちょっとルーム作って、ちょっと試乗してみましょう。確かこの辺に、セダンがね、とりあえずルームだからもう全部セダンしたからね、確定でセダンがあるって嬉しいおー来たね。ちょっと運転してみよう。いやー、初速これ微妙だな。どうなんだろう。多分ランボとかの方が初速速いよね。個人的にはこのスピードとかよりも初速なんだよね。まあね、スピードはでも104か。通常104だね。加速したら109ぐらいまでいくのかな。個人的にはこのスピードっていうよりかは、まあスピードも大事だと思うんだけど、やっぱ初速をね結構大事にしたいんだよな。だって車使う時ってさ、こうね、相手の車線をこう切ったりとかさ、なんかそういう時にこう瞬発力的なところをさ、俺的には求めてるから。あーでも加速すると速くね。普通プラス5キロなんだけど113まで出るんだけど、平地で何これなんか加速やたら速いんだけど、まあでも113どうなんだろうね。あーでもまあ性能的にはそんなに悪くないか。中の上って感じかな。坂道もなんかそんなになんか減速するわけでもないね。坂道も程よく強い感じかな。お、てかぶつかってもこれダメージ入んないとかないワンチャンこうエアバッグついてる。てかエアバッグ付きさ、エアバッグ付きとか欲しくない？え、ほらこれダメージ入んないんじゃない？もしかして。え、そういうあれがある？ワンチャンあるかもしれないです。ちょっと加速して木にぶつかってみるか。どうだ？あ、普通にダメージ入るわ普通にダメージ入るか。まあ、そういうなんかね、あれがあったらいいなと思ったんだけど、普通にダメージ入るね。エアバッグ付きの車とかさ、今後出してほしい。こうぶつかってもダメージゼロとかさしたらめっちゃ良くない？いやー、まあこんな感じだね、新しいファントム。まあ、特にこうデコボコにすごい強いっていうわけでもなくっていう感じかな。はい、まあてな感じで今回はこの辺でね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。